どうも、石井です。さあ、本日の怪談アビル会に来ていただいたのはこちらの方です。中山浩太さんです。どうも、中山浩太です。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。久しぶりですね。7ヶ月ぶりということで、はい、まあ、公開するときにはもう8ヶ月になるんですかね。うん、そうなりますよね。前回、まあ、夏前ぐらいに来ていただきまして。そう、なんかまだ髪の毛短くて、で、もう完全にハゲてるくせに、なんか抗って、なんか髪型、ちょっとセットして出ててん。でも今もうマジで無理やからな。それよくおっしゃるじゃないですか、うん、で帽子かぶってるじゃないですか。かぶってる。あの時は帽子をかぶってなかったじゃないですか。そう、今はもう絶対にかぶるんですか。かぶるし、でまた久しぶりにあれ飲み出したんですよ、あれ薬を。はいはいはい、みんな買ってるところでね、とあるところで、はい、個人輸入のやつ、増毛というか。そう、はい、まあ要は日本で発毛って言ったら今プロペシアとミノキシジルという有効成分があるんですけど。知らへんな。知らん。知らないです。ずっと生えてんもんな。僕ずっと生えてる。生まれつき。いやいや、生まれつき生え出して今もうずっと生え続けてる。なんか芸人初のなんか産湯でもうシャンプー行ったっていう。たまにいるやつね。めちゃくちゃ髪の毛やったんじゃん。赤ちゃんの頃からのやつでしょ。たまにおるよ。うちの家系はもうもっさもさ、白髪もっさもさで亡くなっていくっていう。亡くなっていくっていう、命がなくなっていくっていう。それは知ってますけど、ね、あんまりね、うん、まあその感じなんですけど、うん、結構ですか。いやもうだから見せへんし、だから何にも向いてないんやなって、ハゲのピン芸人って。だから、お笑いやっても、はい、もう帽子脱いで、ワンステ目のエンディングで帽子脱いだら、ツーステ目のほとんどお客さん一緒やった時に、もうズル滑りやったし。いやいや、そこまでハンディですか？えぐい。あと、怖い話も、怖ないねん、はい。で、こっちの怖いわけやから。いや、それはでもちょっと、うん、ちょっと気にしすぎじゃないですか。僕そんな思わないですよ。あ、本当に？ハゲてらっしゃる、ハゲてらっしゃるとか、薄。ハゲてなさってる、ハゲなさってる、おハゲなさってる方でも全然怖いって思いますけどね、うん、そうかな。いらっしゃいますし、いらっしゃいますしとかもちゃいますし。いや、おる、確かにおるっちゃおるけど、はい、それはまあ味になっていくやんか、いずれは、うん、ちょっと中途半端やな、今は。あ、年齢的にも、まあ、まだ女装中というか。女装中やな。いや、まあ髪の毛のことは一旦もうこれで処理できたということで。もう大丈夫よ。なんか帽子おしゃれっすね、でも。実は、はい、まあ、これ撮ってるのが2024年の1月なんですけども、はいはい、ちょっと今年から、帽子もちょっと可愛いですけど、これ全身、本当にもう、正月からちゃんと舞台衣装着ようと。そうですよね。もう靴も履き替えてますから。あ、ほんまや。エンダースキーマですか？エンダースキーマ。うわー。もうついにね、やっと気づいてん。もう私服で出てたらあかんわ。舞台衣装というかメディア衣装を、エンダースキーマめっちゃ高いでしょ。めっちゃ高い。やりましたね。やりました。このシャツとパンツも新調なさって、うん、いやこれあんま言いたないですけど、はい、シャツもまあブランドもんなんやけど、はい、これ44,000円。えぐいね。44でやらせてもらってます。だってこれ58とかでしょ。58、むちゃくちゃさすが、おしゃれもやってる。エンダースキーマ僕好きなんで。僕も大好き。このパンツはこれででもなんか3万ぐらい。だからスーツ着ない分もう本当にもうとんでもないことしてやろうと思って。でもめっちゃいいです。やっぱありがとう。やっぱそのお笑い腕っぷし、いやいや、鉢巻きふんどし男やったじゃないですか。誰がお笑い腕っぷし鉢巻きふんどし男やねん。だって袖からその楽屋までの帰る時もずっとこうやってたじゃないですか、お笑いで。いや、それさあ、それ言葉だけ取ったらただのクールポコの片方やから。俺やっちまってないからな。の方ね、うん、名前はええねん。の方じゃないですよ。さあ、ごめんなさい、ブレましたけど、ブレインブレましたけど、ですね、うん、こちらのチャンネルですね、コメント欄とかでこの方呼んでくださいとか、うん、まあ、もちろん僕が呼びたいっていうのもあるんですけど、うん、基本視聴者さんが呼んでほしい方にオファーをかけるんですね。なるほど。浩太さん多いこと、多いこと。あ、本当？多分DM だけじゃなくてコメント欄にも溢れてると思うんですけど。嬉しいですね。なんか、まあ、他の方より多分精力的にその怪談とかこういう話やってない方やと思うんだけど、うんうんうん、それが逆にその見たいってなってるのかなっていうのもあんねんけどね。っていうのもそうですし、やっぱ話術ですよね。いや、リアリティある。まあほんまの話ですからね。うん、まあ別にそのでほんまじゃなくてもいいんですけどね、うんうん、そうなんですよね、うん、そこもあるんですけど、やっぱ
この YouTube で扱ってるのはもう実際に体験した話、うん、もしくはそれを見聞きした話っていうのを中心にやってるんですけども、うん、はい、中山さんの前回出ていただいた赤い男とかはもう他の芸人でも一番怖かったねみたいな、インポッシブルのヒルちゃんが、うん、ヒルちゃんさんが見てくれてるんですけど、うん、一番怖かった話にもう認定してるぐらい、いや嬉しいですね、いまだに200本ぐらい上げてる中で、あ、それはすごい、1位っていうぐらいなの で僕もあれはもう記憶に残るというか、うん、普通に連れに喋ったりしてますもん、いやなるほどね、うん、だから結構僕も地元で、ね、あの話すんなっていうふうにね言われたりもするんですけど、まあなんとか語り継いでいきたいなっていうのが、そうですよね、うん、おじいになっても喋ってほしいですね、そうで、あれから行ったっていうやつとか人がね、後日談、いや行ったっていう人がいるんですよね、見れるかなみたいな、ちょっと観光スポットみたいになってるから、はあ、X 見たんですけど、マジでやめてほしい、そんなレベルじゃないから、あんなもん、そうっすよね、今日見れるかなって言って写真撮ってたんですけど、あ、でもその人あの思いっきり場所間違えてましためっちゃ助かった思っていやほんま不幸中の幸いですよ、そう、営業妨害にならなかった、まあ妨害か分かれんけどね、観光スポットとして行くっていうことは、まあまあまあ、施設は儲かるわけやから、まあでもまあ特定というか行ったりせんくてもいいとは思いますけどもね、行かない方がいいと思います、うん、まあそんな中山さんなんですけども、はい、今回はどういったお話をしていただけるんでしょうか、最近ちょっと本当に僕は大怖って大会であの10年ぶりに階段をやらせていただいた、ね、でそれでまあ本当にもうすごいお世話になってる大会なんですけど、そこで初めてやらせていただいたお話で、はい、ちょっと訳あって封印してたんですけど、訳あって封印、はい、させていただきたいと思います。その訳は後ほど聞けるんですか。まず病院名をアルファベットで言ってたんですけど、他の YouTube と照らし合わせてほしいんですけど、今日はちょっともう完全にもう X とかにさせていただきます、はい、病院名も言わないでいきたいと思う病院の話なんですけども、はい、お願いします。はい、お願いします。ですね、おそらく2012年ぐらいだったと思うんですけどもね、その頃にあのコンビニで、ムック本っていうのがよく並んでたんですよ、まあ、中 DVD が入ってまして、で僕実際それ買って見たんですけど、まあ、それは心霊の本で、まあ、本のその冊子の部分っていうのはまあそんなに数多くなくて、で DVD がまあその言うた本体みたいな、でその DVD に映ってるのが一本の心霊映像なんですよね。でその心霊映像とされている映像が、あの中にある程度その病院がまあ、かなり荒廃した様子が映ってて、でその病院の様子が映った後に最後にこの映像を見てくださいっていうので、その病院の中を肝試しに行った人がカメラでふっと振った時に、あの病院の窓の外からこんなによくあるようなステレオタイプの女の子の幽霊といいますか、まあ女の子おかっぱのちょっと、まあ、モノクロなんですけど、おそらく赤のね服を着てて下は白のブラウスかなっていうような女の子がふわっと上がってきてるんですよね。それがあまりにも鮮明に映りすぎてるんですよ。でもそれをね、僕ね正直に言いますと、自分はそれはあの心霊映像じゃないっていうふうに思ってるんですよ。ほう。ですけどこれが万が一心霊映像じゃないっていうのは分かってても、僕はこれが幽霊だったらいいなって思うんですよね。うん。なぜそう思うかっていう話なんですけど、あの僕のその地元の病院、まあ、その心霊映像にあった病院なんですけど、もう一目見てわかるんですよ。あのというのも僕の大阪の住之江ですごく有名な肺病院がありまして、ちょっと X とさせていただくんですけども、はい、まあその肺病院にね、まあ僕らとかもよく肝試しとかに行ったりしたんですけど、まあ実際ねその現場っていうのはあの精神病院ってもともと言われてたんですけど、ちょっと実際に行ってみたらちょっと違って、あの手術台とかあって、で実際にあの床に、まあ、いたずらなのか分からないですけど本物のカルテが落ちてたりとかするんですよ。で割れてる注射器とかそういったものもあるようなとこで、でその心霊映像が、撮られてたのもその病院なんですけどもね、で、まあ、すごく有名な場所で、これがね僕兄が4歳上なんですけども、多分兄よりももっと年上の方が経験した話として地元であった話で、まあ A 君 B 君 C 子さん D 子さんとさせていただきますけど、まあ、4人でね、まあ、ちょっとやんちゃな、まあ、16、7の子らが、まあ、そこの病院に肝試しに行ったんですよね。でまあいろいろ見て回って、まあ、実際に僕が見たのと同じように、まあ、まあ手術台とかもあって、うわーとか、まあもともとそこに入ってた、ね、暴走族がなんか
地獄の始まりですとか、うん、まあ、そういったのをいろいろ書いてあって、うわ怖いなってなってて、でキャーキャー言って1階があって2階があって、でも3階のところにちょっとだけまあ階段みたいなのがあるんですけど、おそらく屋上だと思うんです、うん、実際そんなにむちゃくちゃ広いわけじゃないんで、で、まあ、そこでまあいろいろ見て回って、でまあ入り口から出てきて、うわ怖かったなって言ったんですけど、あの女の子シーコさんだけがいないんですよ。であれって言って、うわもうちょっとまあ中でわーわー言うて怖がってたから、もう今中にいるんじゃないかって、迎えに行こうって言って、で探したんですけど、見て回ったところどこ見てもいないんですって。でシーコさんがいないってなって、で、まあ、残りの男の子2人と女の子1人で一生懸命探したんですけど、もうこのままだともう明るくなる、でも全部見た、見るべきところ全部見たのにいない、じゃあもう外に出てるんじゃないか、ひょっとしたら家帰ってるんじゃないかっていうので、それでそのシーコさんの実家に行ったんですよ。そしてピンポンってインターホン鳴らしたら、お母さんが出て、もうほんま明け方ですけど、あのすいません、あの僕らさっきまで一緒に遊んでたんですけど、あのシーコって帰ってないですかって言った、いやあの帰ってないんだけど、ちょっと心配してたんやけどねって。でその段階でやっぱりもう事の重大さに気づいて、それで警察に連絡したんですよ。でそこに警察で来てくれたのが、まあ、結構ベテランの刑事さんと、あと警察官が数名、まあ、なかなか3人4人かなり多い人数が、うん、まあ、実際にそこ探索しに行ったんですけども、うん、まあもともと見ていなかったわけですから、もう本当に探してもプロが探しても見つからない、うん、どこにもいないはずだってなったんですよ。それでね、いろいろ探して、もう外にいるに違いないって若い警察官思ったんですけど、うん、刑事さんがね、これは霊感ではなくて、その長年の刑事の勘としてここにいると思うっていう指差し場所があるんですよ、はい、それがまあ皆さんがイメージするウレタンとは違うんですけど、その工事現場のウレタンっていうのは、その壁があって、その上から塗装するようなものをウレタンって呼ばれることがあるらしいんですよ。ウレタン室の部分で、そこのドアがおそらく下がベニヤ的なもの、軽い、すごく軽いドアが1個だけあって、そこが不自然だっていうんですね。でも思うのが、いや、たとえここに窓があったとしても、そこによじ登ってシーコさん来るっていうのもおかしいし、これをシーコさんがいなくなってからここ壁が作られたというのはありえない、うん、やっぱり若い警察官みんな、いやこの中にいるのはありえないっていうふうになったんですよね、うん、でですけど、いや絶対ここにいると思って、うん、その刑事さんが言うので、まあ、本当にバールのようなもので、うん、結構簡単にこじ開けて、うん、でバリ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 全部剥がれたんですよね。そこは中っていうのはなぜか密封されてたのは、女子トイレやったらしいんですよ。はい。で、まあ、洗面台があって、女子用の個室が3つあるんですよね、はい、でまあ入り口から近い方から1つずつ見ていく。1つ目開けて、まあ、いないんですね。で2つ目開けてギーいないんですよ。で3つ目開けたらコツなんか引っかかるような感じがしたと。何、おそらくそこに靴が置いてあったんですね。靴が、それで女性物の靴が置いてあって、その靴に引っかかってそのままの勢いでザザって開けてガッて見たら、洋式便器なんですけども、その便座カバーが降りていて、その上にシーコさんが体育座りしなくなってたんですって。でこれが一体どういうことなのかってなって、もう急いで調べようってなったんですよ。入れるわけがないところにいて、しかもその上で体育座りをして亡くなってた。でとにかく早く死因を解明しないといけないってなったんですけど、もうちょっと中にその言ったら手がかりみたいなものがあるかもしれないっていうのでいろいろ探してたんですけど、そしたら若い警察官が何これっていうのを見つけたんですよ。それがその実際にカルテが僕が見に行った時も散らばってたんですけど、そのカルテに真っ赤な文字で何か書かれてるものが1枚だけあったんですよ。不自然に置かれてたらしいんですよね。それが真っ赤な文字でシーコさんの名前、住所、血液型、生年月日、失血死っていうのが全部書かれてたんですよ。ドイツ語じゃなくて日本語で。でこれはいたずらとして殺されたかもしれない。で後に分かるんですけど、実際に失血死なんですよ。外傷がなかったから血を取られてたんですよね。この状態にされたってこと？この状態にされたんでしょうね。出血使用された後にこう、はい、え、でも1時間とか2時間なわけじゃないですか。そうか、明るくなってきたから警察呼んですぐに来て、そうか、まあその間にもっと早めにひょっとしたら入ってたかもわからないですけどね、便所に。でそんなことになってて、でも急いで調べないといけないと。でまずはこの文字、これ筆跡鑑定出そう。
でそれで手がかりになるかもしれない。で、まあ、とにかく、まあ、後に分かることですけど死因も調べよう。であとはあの重要になってくるから、このボールペン、ボールペンの赤のボールペンやから一生懸命これ探して近所でどこで買ったかとか、その時にどんな人物が買った、でどこのメーカーか、そのペン先というのが 0.3 なのか 0.5 なのか 1.0 なのか全部調べてほしいって言って、ですごく時間かかったんですよ。で、刑事さんがかなりイライラしだして、一番ベテランの方がこれいつになったら分かんねんと、でこれはどうなってんねんって言ったとこ、実はちょっと今までになかなか分かりにくいことがあって、今までなかったようなことが起きてますと、まあとりあえず筆跡は出たのかって、実はもう出てるんですけどもう一個調べてることがあるんです、分かった、じゃあ筆跡該当したかと、今までの例えばね、近所にいるような犯罪者であるとか、うん、いえ実は筆跡鑑定に時間かかったのも理由もあるんですけれども、犯罪者の中には一致しませんでした、一人だけ一致しました、カルテに書いてた文字の筆跡は亡くなったシーコさんご本人ですって言われたんですって。書かされたのかなってなって、じゃあペンや、じゃあペンはどうなってるって、あの赤のペンどこで買われたかとか、それがなんですけども、ペンは〇〇っていうメーカーの 0.5 で間違いないんですけども、どこで買ったかっていう情報は出なかったんです。ただ一つ問題なんですけど、あれは赤のボールペンですけど中に半分混ざっていたのが亡くなったシーコさんご本人の血液ですって言われたんですよ。だ本当に不可解ですし、ありえない状態なんですよ。血を抜かれてその短い時間に文字を書かされて、でその言ったらもう閉じ込められてる状態ですよね。窓から入れられたっていう考えるのが自然だと思うんですよね。一回出たのに何者かにその窓から入れられた、この可能性はあると思う。でおそらくそれしかないんですよ。だからそこにいたんですけど、まあ異常な事件じゃないですか。でもこれ僕よく言ってるんですけど、まあいろんなこの怪談って僕だけじゃなくて、本当に吉本の近しい先輩とかも知ってて、その三角座りの件に関してはキリンの川島さんがご存知やって、僕と地元全然違うのにそれぐらい有名な、はい、で僕滑ってね、これいろいろなんか時系列とかでいろいろ調べていったんですよね、はあ、で最終的になんで僕が全貌に行きつけたかって言いますと、はあ、本当に近所の警察官の方が教えてくれて、まあね、これを、まあ、口を軽いって言ってしまったらダメですけど、いや実はこういうことがあって、これ全部本当の話で本当に未だに分からないって言われてるっていう事件なんですよね。それで冒頭の話に戻るんですけどね、はい、亡くなったシーコさんって窓からいわば下から追いやられて登ってきた状態じゃないですか、はい、時期的に同一人物ではないと思うんですけど、冒頭で僕が見たその同じ病院の窓のところから這い上ってくる、這い上がってくる少女の、それって僕幽霊じゃなくて実際人間じゃないかなと思うんですよ。でそれは手術室があったフロアなんですけど、そこって2階なんですよ。女の子が1人でのよじ登るっていうのは不可能なんですよ。つまり例えば車のボンネットかなんかの上に大人がいて、うんうん、そこから押し込んだ瞬間が映ってしまった。その本、実際その DVD っていうのは今は多分ネットでも見れるんですけども、どうにも不自然なんですよね。どう不自然なんですか？その自分でよじ登ってる感じじゃなくて座っていく感じ？よじ登ってはいるんですけど、やっぱり僕実際に見てるので、そこの病院ですよね、うん、その2階にやっぱり一人で登るっていうのが無理なんですよ、うんうんうん、なんか足場になるところもないんですか？はい、ですけどいわゆる心霊映像にしてはあまりにも映りすぎてる。もう人って、はい、幽霊っぽさが全くないので、これが今のところ分かってる全貌なんですけど、さらに、さらにそうなんですよ。ちょっとカットに、ね、なるかも分からないんですけども、はい、そこの建物、はい、病院、廃病院っていうのはやっぱり解体ってすごいお金かかるので、はい、しばらくそのままにされてたんですよね。すごいそのままにされてたんですけど、ある日異常なまでにね、新聞のまあ、コピーだと思うんですけど、本当に100枚200枚のレベルで、不法に侵入をした時にこういう、人が捕まってる、心霊スポットとして行くことが犯罪だっていう新聞が200枚ぐらい貼られてたんですよ。本当に
200枚はい、ちょっと異常な時期が一時期あって、はい、で僕らも行ってたんですけど、実際にまあ未成年やったから許されたけど、あ、こんなに犯罪なんやって言ってみんな行かないようになったんですよ、うんうん、で現在そこの病院って取り壊されてるんですけど、あ、取り壊されてるんですね、はい、ようやく取り壊されたんですけど、新しい建物を建ってるんです。ですけどちょっとまあ言葉選ばないといけないんですけど、はい、何者がどういう目的でそのシーコさん血液を抜いたか、うん、でそれって僕ね、一時期一時保管してた場所だと思うんですよね。保管してたっていうのはどういうことですか？トイレの上に、それは三角座りをして保管してて隠してたって言ってもおかしくないですけど、はあ、というのもですけど、僕大阪のとある町の出身なんですけど、港があるんですよね。そこの港から某国の方がよく働いてたんですよ。で僕そこの積み荷のバイトに実際行ったことあるんですけど、第3水曜日ですかね、月のだけ、あの誰もその積み荷とかでいろんな服とかパソコンの機材とか送ってきたんですけど、誰も入れない時間帯があったんですよ。その時某国の人らだけが働いてて、電気をつけずに作業してる時があったんですよね、夜。はい。でこれをいろいろ照らし合わせていくと、うちの地元でそうですね、だけで女の子で亡くなってるっていう、うん、消息不明になってる人は例えば3人とか、男の子だけでまあ4人とかいるんですけど、ひょっとしたら、まあ、臓器だって当然お金になりますから、って考えるのが自然じゃないかなと思うんですよね。それ本当に良くない表現ですけど、例えば、はい、この正月時期ってはい、マグロ漁師のやつやってるじゃないですか、はい、で僕めっちゃ好きで、はい、あれ絶対見るんですけど、うん、生きのいいマグロほど、はい、釣った瞬間に血抜きっていうのをするじゃないですか、うん、鮮度を保つためにとか思っちゃいますよね。いやちょっとね、血抜きちゃんとか思っちゃいますね。尋常じゃないと思うんですよ。で行動として何で抜いたのか分かんないですけど、そんな短時間で確かに血抜きなんか人間できるのかっていう、外傷なくて。あとそのだって多分じゃあ移植するってなっても血抜いていいんかとか、はい、僕らは専門家じゃないから分からへんし、うん、それがだから臓器売買とかかもしれへんし、はい、また別の、うん、いや気持ち悪い発想ですけど、あの剥製、人の剥製とか、なんぼでも使い方あると思うんじゃない。でさらに不可解なのが、証拠を残してるしものすごく挑発してると思うんですよね、行動が。血を抜いてそれで本人に書かして、これが別に起こってる大きいことの、言葉いいのかな、これ目くらましにしてるんじゃないか、その一件なんじゃないかなとも思うんですよね。そこでやって、実は別のところでもっと余裕で、余裕しゃくしゃくで、あ、これは愉快犯や、その性的に頭がおかしい人がやった犯罪やって思わしといて、きっちりお金してる人もいるんじゃないかなっていうのは。これ僕この動画でも上がってると思うんですけど、はい、いやカットしたかな、あのタックさんにいろいろ聞いた時に、猟奇、はい、マルジン事件、あ、はい、とか猟奇事件、うん、もうえぐい事件で、はい、犯人が見つかってないパターンあるじゃないですか、はい、あれの大部分の真相っていうのが、うん、まあ、言ったらすごい証拠残して、うん、人を殺めて、はい、警察が捕められへんかったみたいな、結構事件になるじゃないですか。ありました。あれって実は日本国の人じゃなくて、他の国の人たちがうちの国はこんなんできますよっていうのを見せるために母国に変えるっていう。僕それたくさんお会いした時に聞きました。だからそれのパターンも往々にありますよね。そのむちゃくちゃ怖いですけど、あのあれですよね、ミサイルを例えば日本を飛び越えるじゃないですか、直接は撃たないじゃないですか、北朝鮮って、まあ、北朝鮮って言ってるんじゃないですよ、こういうのやってる国がね、うん、例えばで、つまり追い抜けるっていうことは精度が上がれば余裕でいつでも、うん、着弾できるよっていうことじゃないですか。いやと思うんですよね、技術力、おっしゃる通りで、技術力を見せるためにとんでもないスピードで、でおそらくあれですよね、タックさん言ってたのって、まあ、こんなに平らに遺体を例えば解体できるのかとか、
スパッと切れるとか、うん、あとは結び方ですよね。あ、ビニール袋1枚でこんなに開かなくできるのか。あ、それじゃなかったです僕は。尋常じゃないんですって結び方、それは本当に技術といいますか、その結び方イコールもうサインみたいな、俺らはここまでできますはこの事件は、でさあどうぞっていうことなんですよね。こんなことできるやつがこれやりましたよ、はい、これサインですみたいな、はい、画家さんの一番最後のサインみたいな感じのこれ分かりますよね、これできるっちゅうことはこうですよみたいなことですよね。いや画家の端っこのサインはええのよこんなに画風変えたけどこんなんもできますやで、ね、実は私でしたの。いやでもその感じですよね。だから僕が聞いたのは、めちゃくちゃわざと証拠残してるのに日本の警察は何もできないでしょっていうのをアピールするためにあれ実はやってるんですよみたいな話を、まあ、お大部分カットしましたけど、あれですね、じゃあ使えるように話したいんですけど、あの一切どこの地域で起きたかとか言えない殺人事件ですよね確か。あ、そうそうそう、あれはね本当にやばいですね。あれもわざとっていうぐらいに、はい、あからさまにやってるっていうのがあって、であれなんでなんですかって聞いたら、あもうこれ知らないんですかぐらいの感じで聞いたから、うん、もしかしたら話戻しますけど、中山さんの今おっしゃったその廃病院でのこういう危機快快な事件は、もしかしたら裏側にそういう組織が絡んでるかもしれへんし、うん、単純に心霊怪談として成立してるのかもしれへんし、うん、はい、すごい含みのある恐ろしい話やな。そのあたりから病院名アルファベットすら僕も伏せるようにして、ここで伏せたら他と照らし合わせても大丈夫ですけど、さすがにもう危険やなっていうのがあって、あとごめんなさい本当にどこでも言ってなかったんですけど、あのこの病院に関してまだあちょっとだけあるんですけど、え、はい、異常なのがその病院からね、僕夏休み遊んでたんですよ。で一力悪い人たちがあの病院にたむろしてる、昼間たむろしてるって話があったんですよね。で僕昼夏休みやから自転車こいでたんかな、歩きじゃなくて、そしたらその病院の方に別ルートから行ったんですよね。でその病院からまあまあの血がずっと垂れてて、え、はあ、で垂れてる垂れてる垂れてるってなって、おそらくちっちゃい手形が人の家についてるんですよね。つまり寄りかかってるんやと思うんですよ、はあ、で途中のところで綺麗に消えてるっていうのを見たことがあるんですけど、これ親に言っても警察に言っても大丈夫って言うんですよね。大丈夫なわけないじゃないですか。だってこう例えば想像でね、こうバーってなって、はい、こうやって歩いて振動ってなって、これこの血がここにつきました、はい、でもともと血だらだら垂れてんのが一気になくなるわけでしょ。もうそうとしか考えられへんでしょ。じゃあそっからどうやって移動したんってことですね。そうです、ピタッと止まってるっていうことはそこに逃げられたけど車が乗りつけてっていう、その失敗しかけてさらわれた。あれ見てられなかったですよ。発狂したんですよ、その手が一番ついてる家の人。僕それずっとあの張り込みみたいな、その探偵ごっこみたいな好きやったから見てたんですけど、あのおばさん発狂してたよ。何してんのこれ、絶対誰かこんなあかんやんかっつって、絶対こんなつけられてるに決まってな、寄りかかってって言ってたんですけど、2時間後ぐらいに本当もう目見開いて掃除して何にも喋らんと、ちょっと警察が来て話して、何があったんか分からないですね。これだから子供やからそこら辺とかはいつもと違うから目ざとく思うけど、うん、通行人として普通に歩いてたら当事者以外は、ああまあこういうことあるよなって思うじゃないですか。正直歩道橋に血がバーってあったりしたり、靴落ちてるとかもね、変やなと思いますけど、まあまあって思いますもんね。当事者からしたらなんでこんなとこあんのってなるじゃないですか。僕歌舞伎町で、つい1週間ぐらい前に人が倒れてて、口の中に気持ち悪いですけど嘔吐物がもう溜まってたんですよ。で帰って、で寝てるにしては嘔吐物がここに口に溜まってる時点でおかしいやんってなったけど、全員が通り過ぎていくから僕キビス返して、え大丈夫ですかっつって、ガッてお言ったらさすったんですよ、もうこの揺らして揺らして、これで反応なかって口の中のゲボがたぶんたぶんなってたら、あこれ意識ないなってなるじゃないですか。よく聞く話やもんね、あの吐しゃ物で詰まって死ぬっていうのは、そしたら本当にストレートな酔っ払いだったんですよ。あ
ストレートやってんやでストレートの酔っ払いがめちゃめちゃゲロ吐いてた話歌舞伎町でここに溜めてたってあストレートなんやと思って俺言いましたもんあストレートなんやって鎌倉の前歩いてきましたもん歌舞伎町のいやほんまストレートでよかったよね、はい、だそれもその血のやつも、うん、当事者からしたらいやなんやねんこれってなりますもんねうーんいや自分の家の壁となるとねちょっとえぐいです まだまだねやっぱりあの触れたらいけないことはあるんやなと本当に取れ高ありすぎて、はい、1本目で30分超えてますすまねもう使ってくださ いやこちらの方はですね、本当にうまいことカットしても多分25分以上にはなると思うんですけども、はい、中山浩太ファンからしたらたまらない回なんでもないと思います数少ないですけどもありがとうございますいやありがとうございます、中山浩太さんはですね、はい、自分のチャンネルもやってましてそちらの方ちょっとご説明していただいていいですかねはい、中山浩太の YouTube というそのままの名前でやってるんですけども、今回はですね、前回吉久には、はい、本当にお笑い芸人の後輩として出ていただいたんですけど、はい、今回はちょっとやっぱ怪談もやられてるので、はい、怪談で出ていただいてますので嬉しいそちらのコラボ動画もぜひご覧ください、こちらで喋った話なんですけども、はい、プラスアルファで何個か後日談もあるので聞いてる方は新鮮だと思うので、同日同時刻コラボになっております、はい、この動画を見た後すぐ中山さんのとこ行って中山さんのとこ行ってもう一回見直していただいてそのままこっちからまた中山さん2往復お願いします、していただけたらなと思います、はいどちらのチャンネルもチャンネル登録高評価ベルマークの通知ぜひよろしくお願いします、というわけで中山浩太さん本日はありがとうございましたありがとうございましたご視聴ありがとうございましたありがとうございました